はい、こんばんは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。山チャンネルではお魚の情報や下関の情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はね、ちょっと雰囲気のいいところに来ております。見てください、こちら見えますかね。ちょっと暗いですね。玉つばき旅館さんに来ております。ちょっとね、今日はね、夕方ということで、もう暗くなっちゃったので、まあ、すごい趣のある雰囲気で素敵だなというところですね。それでは、玉椿旅館にレッツゴー。はじめ、すいません、山西です。こんにちは、よろしくお願いします。これって何ですか？これはこれは番付表です。おお、番付表。これ何て読む会？これは御免コウムルって書いてあって、あの場所を開催しますのでよろしくお願いします。すごい、全然読めない。そうですね文字も小さいし、まあ、この辺りは大きいですけど、下の方になったら本当読むの大変です。全然読めないですよこれこれは宇部市出身の木村聡さんっていう行司さんが、お若い行団がいるんですけど、はい、その方が巻いて。何ですかこれは？これは番付表です。おお、番付表。これ何て読む回？これは御免コウムルって書いてあって、あの場所を開催しますのでよろしくお願いします。すごい、全然読めないそうですね文字も小さいし、まあ、この辺りは大きいですけど、下の方になったら本当読むの大変です。全然読めないですよこれこれは宇部市出身の木村聡さんっていう行司さんが、お若い行団がいるんですけど、はい、その方が毎回送ってくれる。じゃあこれ最近のですか？今一番新しいものはまだ入れてないので、うん、これは9月場所の。でも本当に9月場所の番付表なんですか？これが横綱が白鵬が最後の番付表になります。すごいですね11月場所からは乗らない。モンゴルって書いてある。これなんかいろいろありますね。これはでも相撲さんグッズ。お相撲さんグッズ、はい、これは旅館のキャラクターなんですけど、かわいい。これも買えるんですか？旅館で。これも買えます。すごい、かわいいですねこれ。そう、かわいいでしょ。これ藤井さんがデザインされたの？そうです。もともとの版は、うん、消しゴム版子で彫ったあのお客様の年賀状にお相撲さんをしたいなと思って作ったのがきっかけ で、うん、はい、でその後ずっとキャラクターとして活躍してもらいました。すごい、結構しっかりしてます。そうです、これは倉敷ハンプで、うん、いいですねいいですよこれ、あのコンビニとかで。そう、うん、あ、そう、真四角だからいっぱい入ります、ね、結構入りますそうね。そう、コンビニとかでお会計のところと置いて立つのがいい。 ありがとうございます。これね、あの、これはこれも日本手ぬぐいです。手拭いってなんか僕ちょっと素人なんで分かんないんですけど、はい、何に使ったらいいですか？ハンカチ？あ、大きいから、うん、ハンカチにはあんまり向かないかもしれない。スポーツするときに、うん、あの汗拭いたりするのに使ったりとか、ここはあの温泉宿なので、はい、温泉の時とかはいいと思います。水切れがすごくいいので、はい、体洗ったりとかで、はい、ギュッと、はい、あの絞って乾くのが早いので、うん、衛生的で、ね、温泉に行く時はです。あ、じゃあ玉椿旅館でお風呂に入るときはこれ、はい、これでなるほど、わかります。こちらの旅館、お相撲さんの絵が多いですよね。そうですね、うちは先代が、はい、この旅館を始めた人が、はい、大阪相撲の関取だったので、はい、あのここは一番最初は巡業の時のお世話のお宿として始めてるんですね。あ、なので、お相撲さんがいらした写真とかがたくさんあったり、うん、相撲協会の地方巡業のお世話もしとったら、うんうん、なんかやっぱりお相撲にまつわる写真たくさん残ってます。すごい歴史感じます。これ藤井さん、この旅館っていつからやってるの？旅館は大正12年から。大正12年、はい、もうすぐ100年。あ、すごい
すごい 入ったらすごい趣があるから。そうですね、大正時代の建物。大正時代のものとかってあるんですか。あ、結局調度品とかはもう最初の頃しか集めてないから、うん、まあ大正時代とか明治のものとかが多いと思います、はい、今はもう調度品なんて買えないこれなんですか。これは京薩摩。京薩摩、はい、これここって旅館ですけど、喫茶店もあるんですか。あ、そうですね、まあ、ここは旅館の館内の一部ですけれども、はい、お昼営業してますので。あ、お昼もやってるんですか。はい、旅館が、まあ、夕方から翌日の朝にかけてなので、うんうん、お昼の営業は11時から3時まで、はい、この場所でして、はい、ランチも、知らなかった。そうなんです、そうなんですね。ガオラそばも食べれます。そうなんですか。あ、すごい、ちょっと見せてください。すごい、午前ランチ。はい、これが基本的にお刺身がメインで、あと小鉢が5皿ぐらいついてっていうランチで、あと瓦そばもご提供できます。おお、すごい、知らなかったです。ありがとうございます。地元の人にも気軽に入っていただきたいなと思って、それでお昼の営業はできる限り。ありがとうございます。はい。今日はお時間いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの藤井さん の、 あの Facebook のタイムラインでクラウドファンディングしてるっていうのを見て、はい、ぜひ、ね、応援したいなと思って。ありがとうございます。いや、来たんですよ、まあ、お話をねまず聞きたくて、はい、そのクラウドファンディングってどこでしたっけ。今回はモーションギャラリーさんに。モーションギャラリーさん、どんな感じのクラウドファンディング。はい、温泉街に、はい、うちの持ってるアパートがあるんですけど。さっき撮らせてもらったやつですね。そうです、そうです。まあ、築30年ぐらいの木造のアパートなんですけど、はい、空いてる部屋があって、はい、何か利用できないかなと思って。それが始まりなんですか。そうです。なんかきっかけって何なの。藤井さんって旅館に帰られて今な、私4年経ちました。あ、もう4年経ちました。あれから私こっち帰ってきて4年ですけど、もともとここの人間なの で、うん、で大学卒業で1回離れてるんですけど、うん、その時にこう旅館さん辞められたりとか、他の旅館さんが辞められたりとか。あ、同じ川端の旅館、他の旅館が、はい、なんか帰るたんびに街の景色が変わるから、ちょっと寂しいなって思いがあるのが大学生とか社会人20代のですごいわかる。こっち帰ってきたのが4年前なんだけど、はいはい、帰ってきたらやっぱり心地いい場所で、新しくお店を出されるパン屋さんとかケーキ屋さんとか来られたら、はい、これからいろんなことできそうだなみたいな思いはあって、小さい温泉街だから街歩きができたら楽しそうだなっていう。いや、絶対楽しいですよ。漠然としたイメージ、うんうんうん、そんな景色が見たいなと思って、うん、で一方で今回の木造プロジェクトに使う、さっきね見せてもらったアパートですね、うち の、 あの不動産など、うんうん、ずっと空いとって、うんうん、何か利用できたらいいなという思いがあったので、気軽にチャレンジできる場所を作って、小さな温泉街に人とかお店さんが増えていく仕組み作りができたらいいなと思って、それでこんなことを始めることになって。フライヤーもね作ってすごいかっこいいですけど、初めて見る。そう、いいですね。小さく始めて大きく育てるっていうことをなんか目標に出るんだけど、始めてみませんかっていう声と、あと皆さんで楽しい景色を共有できたら、いろんないい景色も皆さんで初めて見ることができたらいいなって。なんかちょっと僕かぶりもしてるんですけど、なんかあるって聞いたんですけど、なんかちょっと預かってるものはあります。あ、お願いします。かわいいけど。かわいいでしょ、赤いフグちゃん。かわいいフグちゃん。失礼した。かぶり物似合う。ちょっとだけね、やっぱねこう、もう誰か分かんなくなっちゃうから。そうですね、うん、ちょっとこれでちょっと一回ピース。はい、ありがとうございます。めっちゃ楽しいです。かぶり物好きですか。好きです。お手持ちありますか。あー、どうだろう。あ、でも ありますね。ハロウィンの時の服があるんですか。余ってるんじゃないかな。ハロウィンで仮装するって言ったら、なんかやるなんかキャラクターとかありますか。いやいや、そんな別に定番、でもある今までで一番、はい、受けたのは、はい、アルパカ。言葉で笑っちゃったからね。
アルパカを選択したんですね。そう、取れたんで、はい、外す？誰か分かんない。めっちゃかぶる気満々な感じ。本当に、あ、すみません。じゃあここに飾っておきましょうかね。かわいいから。僕はでもこれ体の一部なんで、ね、はい、取れないんですよ、実は。あ、そっかそっか、そういう設定ね、はい、あ、設定じゃないです。あ、設定じゃない。すみません。そうです、そうです。それあの、はい、泊まり木の話なんですけど、はい、そうそう、だから泊まり木っていう言葉もすごい素敵だなと思ってね。 ありがとうございます、はい、後で画像もね、後で編集で入れますけど、はい、泊まり木ってどういう経緯で泊まり木？そう、最初はプロジェクトの名前の方が決まったんですよ。はい、プロジェクト名は、そう、あの、トリープロジェクトという名前なんですけど、トリーっていうのは造語で、トリーとツリー、あの、木の、木の方ね、ツリーを掛け合わせた造語で、トリープロジェクトという名前でしてるんですよね。はい、でそれは、なんか崖にある拠点、場所をきっかけにして、はい、川崎温泉街とか豊浦町に人材とかお店が増えていくようだらいいな、でその人材とか人を鳥に見立てて、もう広がっていくような、なんかイメージで、はい、最初にプロジェクトの名前が、はい、でその後に拠点になる場所の名前をいろいろと考えてたんですけど、羽ばたいていくのが鳥なら、で、まあ、きっかけ作り の場所なら泊まりがいいんじゃないかって、はい、回るね。そう、鳩がそこに泊まるっていうことで、鳩じゃなくてもいいんですけど。あ、ごめんなさい、鳥。現代しないね。もっとあの小鳥みたいなのイメージ、小鳥のイメージで、小鳥が泊まる木をイメージ。それがここの川端であったらいいなみたいな、そういう木で、はい、そこからは羽ばたいていくようなイメージで、それで泊まり木になったんで。素敵。もうこのロゴもなんかすごいわかる、なんか、そう、もうそれが伝わります。これわかります？わかる。あの、木に見えます。見える見える。これはこれちょっと鳥でしょ。これそう、あの、ちょっと小さいとわからないんですけど、実は鳥なんです。鳥だろうなと思ったよ。そう鳥。でこの文字のね、フォントもなんか木っぽいです。どうなんですかね。あ、そこまで聞いてない。安室さんに聞いてください。そうだよって多分ね、絶対そうだよって多分。嘘でもそうだよ。まあ、でもあの、そうと思います。枝が出たりとか、そんな感じで、すごいですけどな。泊まり木と鳥プロジェクト、はい、いいですね。なんかクラウドファンディングってなんか一応ね、はい、お金を集めるじゃないですか、はい、目標額っていくらなの？今回は100万円です。お、100万円、はい、今現在でおいくらですか？今30万円30万円、はい、一応締め切りはいつなんですか？1月の20日です。1月の20日、はい、今始まってまだ2、3、そうですね、そうですよね、はい、順調なんじゃないですか？なんか、なんだろうな、コツ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 あの、いただいてる感じで、本当ありがたいです。で、そのクラウドファンディングだったら、一応お礼の品とかってあるんですか？はい、それって何がもらえたりするの？物系？物系だったら、お返しだったら、はい、トリプロジェクトの T シャツ、はい、お、T シャツいいですね。はい、T シャツ、あの、トリプロジェクトのロゴが入ってるやつね、はい、T シャツがあるのと、はいね、はい、あと、ステッカーが、うんうん、あ、多いんですか？そうですね、かわいい。これはですね、今、プロジェクトに協力してくださったりとか、応援してくださったり配ってるもので、うん、あの、リターンとはまたちょっと違うんです。じゃあリターンはまた違うデザインで、イメージ、おー、イメージはこういう感じですけど、はい、リターンの方用にまた改めてステッカーを作る。そうですね。おー、いいですね。うちの相撲さんの焼き印が入った川田なまんじゅう、あ、川田なまんじゅうね、美味しいですよね。あとはうちの相撲さんのグッズがあるんだけど、あ、先ほど紹介してもらったやつとか。そうですね。あのバッグとか、バッグも、はい、手ぬぐいも、手ぬぐいも、いいですね。泊まり木を活用していただくリターン、あの、はい、事業者さん向けに、あ、はい、お試し出店、あ、なるほどね、もう出店料込みで、はい、みたいなことで、週末だけとか、はい、1週間、はい、キッチンカー、おー、はい、3種類ある。これは唯一お得なリターン。お、はい、お得ですか？はい。もうかなりお安く出店できるということですね。そうですね、通常の料金よりは少し高です。あとは、あの、来年の4月に泊まり木のオープニングイベントをしようと思ってるんですけど、オープニングイベントの参加券が来たい。ぜひ買おう。覚えてください。ね、いや、僕ね、そういうのが好きだな、どっちかの。ね、なんか皆さんで。そうそう、なんかみんなで集まるようなイベントの、なんか集まる、で、参加券とか、そうですね。すごい、僕的にはそう、なんか欲しい。うん、来年の春だから、普段暖かくなって、ね、うん、なんかこう、楽しいイベントになったらいいなと思うと、遠方の方向けに、うちのお泊まりとセットになった、泊まり着の券が、
マフラーも。おいいですね、それ。ね、そうですね。遠方の方とかはいいかな。とお近くの方とかにおすすめしてるのが、場所が育っていくのを楽しみにしていただくその方には、植栽を植える泊まり木に植栽をで泊まるようにしますって言ったのが植栽ってのは例えば緑あグリーン、グリーン、ああいう観葉植物的な、いや、この辺りですね、外こういうなんかそういう家にの前とかに植える木を記念、はい、記念木じゃないけど、そうですね、ああなるほどね、はい、やっぱり泊まり木の室内は、テナントスペースで、けど、表に広いウッドデッキを作ろうと思ってて、そこが皆さんで共有できるオープンなので、やっぱり緑がある方がいいかなと思って、もともと緑を整える計画はあるんだけど、そういったご支援もあったら、より充実した心地よい場所になるかな。そうなんですよね。なんか見たら、確か本当にかかるお金は300万ぐらいって、そうですね、はい、そのうちの100万円を今回クラウドファンディングに集めるということで、そのテーマがシェアするお店だから、作っていく過程もシェアできたらいいなっていうことからクラウドファンディングをしようかな、途中経過も皆さんに見ていただいて一緒に育ててるみたいな気持ちになれたら、愛着の置く場所になるんじゃないかな。そうですね、なんか愛着のある場所になりますよね、はい、できる前からすでにね、もうなんかこう愛着があるというか、そういう場所が町に一つでも二つでもあったら楽しいのかなと思って、いや楽しいですねクラウドファンディングも取り入れて準備しに、素晴らしい、今現在は100万円の目標で30万円ほど集まっているということで、はいはい、でもまだまだ足りないんですよね。そうですね、皆さん動画見て、ね、いただいた皆さん、ぜひ応援をよろしくお願いします。僕も応援します、よろしくお願いしますということで、今日は藤井さんに泊まり木のお話を聞かせていただきました。藤井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日は玉椿旅館の藤井さんにお話をお伺いしました。また動画見てくださいね。バイバイ。